オートバイをデザインすることで一番大切なものは何かと、ワクワクするようなオリジナリティ、これが一番大切だと思います。20年モデルの CBR1000RRR、 これを、カタールで試乗会をやったときに、ジャーナリストの方から、初代のカラーリングとこれをイメージしたカラーリングをやってくれませんかねというリクエストがあったと聞いてます。でそういうところもあって、初代の PL をやった僕に声がかかったんだなというふうに思ってます。ファイアーブレードはですね、エポックメイキングな存在だったと思うんですね。役割としてはデザイン PL、 デザインプロジェクトリーダーということですね。これはデザイン部門として開発チームの一員としてデザインに責任を持って量産化まで持っていくと。目標値がとっても高かったんですね。馬場さんの言われる今まででないスーパースポーツを作るんだというところで言うと、今までと同じやり方では到底実現できない。例えばデザインで言うと、じゃあカウルの重さを軽くできないか、極力コンパクトに作るだとか、空気抵抗だとか、そういうところの目標値、じゃあデザインはどうしたらいいかというところが肝になりました。もちろん目標値っていうのはあるですね、どんな車も。ただそれの次元が あまりにも違いすぎたというところで、そこまで目標値を高く持った車っていうのは900が初めてだと思います。30年記念モデルを作るから、それのカラーリングの PL になってくださいという話がありました。それを聞くまでは、30年経ったんだという意識は自分の中にはなくて、言われて初めて、そうだったんだなというふうに思ったのが最初です。で当時そのカラーリング自体は欧州のトレンドであったブラッシュパターンを使ったりとか、あとはレプリカらしい、色分けだとか、そういうのを目指してカラーリングをしましたと。じゃあ新しい、カラーリングをするにはどうしたらいいかと、92年モデルのオマージュですね。昔の持ってるいいところ、例えば DNA みたいなところがあると思いますので、それ特徴を生かしつつ、今の20年モデルの 1000RRR の最新のカラーリングと融合することで、ヘリテージとエボリューションの融合
これをすることで新しくなるんじゃないかというふうに考えました。エボリューションっていう意味で言いますと、20年モデルの 1000RRR に施されているカラーストライプのデザイン、これをベースにしています。将来にも考えてホンダのスーパースポーツはこうあるべきだというのを目指して作ったカラーリングです。ブラッシュパターンも今の時代に沿ったアップデートの仕方を施すによって新鮮に見えるだろうし、ベテランの方にとっては懐かしいだけどちょっと新しい感じがする、若い人にとっては、まあ、新鮮味があってかっこいいと、こういうふうに、共感していただけることが一番いいんだろうなというふうに思います。このファイヤーブレードをまたやるというふうには全然思っていなかったので、まあ、正直、まあ、嬉しかったですし、またファイヤーブレードっていう車に関われてとてもまあ光栄だと思います。いつの時代に立ってもスーパースポーツの頂点であってほしい存在であると、ワクワクするようなオリジナリティ、それが一番大切だと思います。あえて言うならば、もう説明しなくても見てわかる強いメッセージ性があると、そういうことだと思います。かっこいいですねと言われるのが一番の褒め言葉だと思います。